こんにちは、ケンジです。山本です。今回なんですけれども、はい、我々が待ちに待っていた日が、はい、ついに訪れたんで、来ましたね。早速ゲストがね来てるんで、はい、お呼びしていただいてもよろしいでしょうか。僕行かせてもらっていいですか、はい、それではスペシャルゲスト、酒くずくそ野郎です。いいでしょバリバリはこれがやったかった。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、来たかった。いやー、ついに来ちゃいましたね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近ずーっと動画でもうバリバリ待ってきてて。いやー、ありがとうございます。待ってます。です。ください。あ、ね、バリマンもちょっとね、こっちがね。あ、もうあの剣の自由に使ってもらって。あ、やった。免許改善で。今日はちょっとせっかくプロの力さんがいるんで、うん、後ろに。うん、本ももらったやつなんですけど、はい、この辺のやつで気になるやつだったりとか、うん、ちょっとこれ飲んでよみたいなのを教えてもらいながら、うんうん、ゆっくりとトークを楽しんでいきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはキャンペーンしますか。キャンペーンしましょう。お酒持ってきます。お願いします。お願いします。普段はやっぱウイスキーばっかりですか。いやいや、最初はやっぱりビールとか、うん、食事するときは焼酎も結構飲みますし、はい、うん、そう、この前日本酒と、うん、焼酎を最近飲まれてる。飲みます飲みます、ガンガン飲みます。はい、ということで今回は、はい、まずはビールから。お、出た。あー、酒まん IPA、 これ飲みたかった。でも本当に、お、ぜひぜひ地元で作ってるビールなんで、もうマグナムボトルで、このサイズは確かに初めて、はい、シェアしていきたいんですけど、はい、千葉さんにはこちらプレゼントします。開けていいですか。はい、出た。よいしょおぉ、もう始まってるあ、嘘、やってるやってるじゃ僕らもグラス使って飲みましょう。やった、うん、僕らいつも使ってるグラスで、はい、いきます。飲んでいく。これなんすか、これ知らない。え、なんすこれ。わかりました、はい、チェリーボーイですチェリーボーイ力です。チェリーボーイこれはこちらグラスを洗う。グラスに。はいはいはい。いや、チェリーですね。チェリーです。チェリー。チェリー。こうやって洗って、ビールを入れていく。うん。なんか周りになんかついてたりすると、ここで泡の感じが変わってくるっていうので、これを。なんかアマゾンで2000円ぐらいのやつを買ってきてもらって、つけてもらったんですね。排水で。これ導入します。おっやったぜひ。じゃあ飲んでいきましょう。飲んでいきます。では回線をお願いします。お、僕が、はい、じゃあこれちっちゃいのと比べて、はい、こいつだけ瓶内二次発酵してあるんで、お、吹き出る可能性もある。吹き出る可能性あるんで、ちょっとゆっくりゆっくり、はい、それじゃあ、あ、やってくれるんですか、やってくれるんですか。開けます。よろしくお願いします。よし、よし、お、あ、どうだ、上手だ。チェリーではなかったです。一応女性を扱うように優しくやってみました。エッチですね、エッチですね。これは楽しくなるぞ。おっと、飲んでいきましょう。はい、入れていきます。クラフトビールも結構飲まれるんですか。たまに飲みますね、うんうんうん、でもやっぱ普通のビールの方が多いかな。うん、そう、周りに作っている方が多いから、いろいろ教えてもらう機会があって、僕らも作ってるんですよね。これはでも本当にずっとちょっと気になってました。うん、IPA スタイルで。IPA スタイル。そうなんですよ。山田君のベルジャンが好きだから。そうそう。ベルジャン酵母のフルーティーな味わいで、これも僕らの地元で作ってる、ハンシャロビアさんで作ってるビールですね。楽しみです。飲んでいく。飲んでいく。ではでは、千子先生、ありがとうございます。うまそう。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。くっくっ、じゃあですね、いいですか、僕は、はい、僕たちいつもキャンプと乾杯をかけて、はい、キャンパイで、はい、やらせてもらってるんで、今日はキャンパイでお願いします。お願いします。お疲れ様です。キャンパイ、キャンパイ、お疲れ様です。うまい、うまい、バリうま
始まった始まりましたね。いや飲みやすい。帰ってきた。いやしかもフルーティーで、うん、これ美味しいな。これ美味しいんですよ。ちゃんとうまい。 6.5% あるんでちょっと強めですね、はいはい、うん、ちょっと僕らとトロピカルなやつが好きだから、うんうん、ファッション系のね、うんうんうん、白桃。これはかなり万人受けしそうですね。ありがとうございます。良い良い良いですね。ありがとうございます。じゃあ早速何からいきますか。そうですね、なんかお酒も持ってきてくださってる。あ、持ってきてますよ。それも、ね、あるし、もしこっちでも気になるようなものが、うん、そうですね、まあ、一通り全部一種類ずつぐらい今日飲めればなってすげえすげえ本当つめえマジかまあこれチェイサーで、じゃあこれチェイサーで、チェイサーでやってみましょう、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ飲みましょうか。飲みましょう。飲みましょう。もう2時半ですよ。まだ2時半か。昼間からいいですね。外明るいですからね。いやー、行きましょう。これチェイサーにしときましょうか。じゃあ、はい、そうですね。じゃあとりあえず最初は、まあ、ハイボール。ハイボールでやっぱり、まあ、山田さんといえば角のイメージが僕強いんですよ、うんうんうん、でちょっと僕今回これ持ってきました。これ何、これで、これ昔の角ですね。角の復刻版って言って、はいはいはい、ちょっとレアな角。中身は全然違います。スモーキーな角。へえ、これからスタートしようかなと。うおー、いき すごいですね。よいしょー、ハイボールでいきましょう。ハイボールでいきましょう。で、こっちのサントリーのグラスで、しかもメガでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。小さい料金は好きです。はい、エッチですねー。エッチですねー。エッチですねー。チンポン、チンポンの力だ。そのチンポンです。こんな力さ初めてだ。いや、プライベートはね、意外といつもこんなんだよね。あ、なるほど。そうそう、確かにね。僕らはあのコンプライアンス研修受けてるんで、はい、ちょっとあんまり下ネタとかダメなんで、はい、すいません。何なんだよ。ちょっと氷入れてきます。はい、お疲れ様です。ハイボール作ります。角、うおー、ネガですからね。ネガですからね。これは一応そのいつも山本さんが作ってるぐらいのやつを参考にしていいですか。いや、もう全然もう力スタイルでお願いします。ちょっとこれぐらいにしましょう。そうですね、先がねえ、まだ後ろも全部飲むから。本当に言ってた。怖え、仕事つる。まあこれぐらいにしていきましょうか。うん、気になる所作がね。もうもともとこうバーテンさんとかやられたんですか。やってないです。ただの酒好きですか。そうです、ただの酒好きです。あのバーで働いたことはあるんですけど、あの接客側、あー、なるほど。あのバーテンダーさん側ではなかったんですよ。うーん、すごい所作が不自由な、ね、動きだけでモノマネしてる人とか分かるもんね。うーん。オッケー。うそだろ。じゃあ乾杯しましょう。よっしゃ、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあお願いします。では、はい、ケイチ君、はい、お願いします。まさかこんな日が来るとは思っていませんでした、はい、嬉しいです。はい、乾杯。乾杯。よし、うわ、めちゃくちゃスモーク。本当だ。そうなんですよ、全然違いますよね。全然違う。そうです。それなんでだろう。え、昔はこういう味わいで角を作ってたんですか。いや、ちょっとそこまでは分かんないです。あ、そう、ここに東京、大阪って書いてあるんですよ。うん、これもちょっと理由は分かりません。はい、分からんのかい。ただ美味しいから持ってきました。でもサントリーさんが作ってるの。確かに。そうです。へえ、 すごい、すげえ。どうやったらそんな音鳴るんだよ。うちのアンダーはね、鳴らすけど。アンダーさん、ごくごく聞きてぇな。聞きてぇな、聞きてぇな。電話するか。電話するか。電話しましょうか。早いね。早いけど。うちのゴクゴク大夫。アンダーさんに関してはゴクゴクめちゃくちゃ鳴らすのに、うん、あんま進めないからね。確かに。確かに。音に集中してる。そうそうそう、音に集中してる。ちょっと電話かけてみ。よし。
ストで呼んでましたね。え、今日僕が来ることはもう知ってるんですか、アンダーさんは。そうですね、ちょっとコラボの撮影があるよっていうことだけは知ってるんですけど、ちょっと、ちなみにアンダーさんめっちゃチカラさんのファンだから、マジですか、ちょっと嬉しい。ゴクゴク代表会いたいですね。ゴクゴク代表、もしもし、もしもし、もうなんならさっき見切れてるから、この茶番にお付き合いください。ありがとうございます。ごくごくだけおさめちょっと飲んでみてください。あ、いいっすか。めちゃくちゃうまい。すごいすごい。でも書くのそれじゃないっすね。そうです。いただきます。どうぞ。うわ、本当だ、スモーキーだ、すごい。もうめちゃめちゃ美味しい。確かにこんぐらいしか減ってなかった。敵しか減ってない。敵しか減ってない、ね、4回か5回ぐらいになってる。ガラスしたのに。ちっちゃいからな。ちっちゃいからしょうがないんだよ。しかも音も力さんもでかい。確かに。僕でかいですか。でかい。でかい。なんか昔からよくなんか鳴るねって言われてたんですよ、うんうん、だったらこれを動画で強調してみようかなと思ってやったら結構それが、みんなに効果音って言われるんですけど、すごいっすよ。全然効果音じゃないですよ。ここにこうマイクつけてる。僕マイク使ったことないです、すげえ。さあ飲んでいただいて、はいはいはい、すいません。なんでこの動画を始めようと思ったんですか。やっぱりもうお酒が好きで好きでしょうがなくて、でやっぱりこう酒飲むだけだともうただお金が減っていくだけなんです。ちょっとお酒を使ってこうなんかできないかなっていうので動画配信を始めてみたんですよ、そしたらたまたま見てくれる人がいて、ちょっとこれ続けてみようと思って、で今3年半ぐらいやってます。それがなんとかちょっとすごいね。もうお酒界で知らない人いないんじゃないですか。いやいや、もうその言葉そのまま返します。いやもうキャンプのお酒といえばもう、そうっすね、おっぱいだもんね俺ら。うちらおっぱい系 YouTuber。 いやいやもう、ちょっと仲間に入れてもらってドラクエみたいにみんなあるよ。飲み終わって、ね、飲んで死んだら棺桶に入っても。まだ酔ってないですよ。あ、まだこれ酔った時すごそうですよ。静かになっちゃってね。まあ、コンプライアンス研修受けてるんで僕らは、はい、受けてます。僕コンプラないん。僕自身には、なるほどね。そうす、じゃあどこまでも、はい、そうすいける感じで。これは辛い撮影になるぞ。あれね、はえーはえーはえー、やべえ、お酒マンって名乗ってる俺なのに、チェイサーが。でもやっぱ大ジョッキもそうだけど、氷いっぱい入れるから実質そんなに入ってないですもんね。そうですね、半分ちょいぐらいじゃないですか。あ、そんなに入ってるんだ。入ってるんじゃないですか。すげえ。うわ、もう便所だ俺。また便所で寝ることになっちゃいます。まだ始まったばっかりですからね。よし、初速いいんですよ。先行逃げ切りタイプなんで。後半もここでお休みになってるかもしれないです、うん、そう打ち上げ花火だ、でもこんな飲み方はしてかないですよね。いや、あのカメラの外ではでも基本一人でもこんな感じで飲んでます。でも短時間でバッて飲んでバンって寝たりとかっていうのが、そうっす、酒飲んで女がいて、そうっすね。それが一番いい男だな、本当に男だな、男の子やな。独身なんで。もうちっちゃい嫌なクソ。チンポくん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 。さあ、じゃあ次の、次行きましょうか。お願いします。じゃあ、どうしようかな。ちょっぴり贅沢に。はい。はい、おお、いいっすね。
松からの12年松からですね松からの12年で、はい、山本くん大好きなんだよね松からの大好き、あ、本当ですか、うん、シェリー系はもう大好きですね、ロックでどうでしょう、あ、いいですね、行きましょう、でかいやな、板氷ねえ、やってもらうのが、ね、そういえば、うん、あ、上手さあ、来るぞ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 、マックラン12年きたきた、おお、チーチー、適量でいきましょう、はい、お待たせしました、めちゃくちゃ嬉しい、入れただけ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 、誰でもできるこのライブ感いい ね最高だね、ライブ感いいね、では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 、近藤さん、はい、じゃあ皆さん右手にグラスを、はい、行かせていただきます、乾杯、乾杯、乾杯、うん、うわぁ、エッチだ、もうエッチだ、エッチだ、エッチだ、俺これでいいやじゃん、やります、いただきます、うまいよな、うん、懐かしい、なんかいろんなこと思い出すな、真っ赤なんで、この辺は大和くんが最初に教えてくれて、はい、ね、昔すごいバーに通ってて、うん、最近ウイスキー好きでっていうので、うん、でマッカランハマっててね、そうだね、マッカラン、マッカランは贅沢ですよ、ね、うーん、素敵ですね、いや素敵ですね、はい、ありがとうございます、ロールスロイスって言われてるウイスキーですから、ウイスキー界の、そう、確かに納得、うん、そう、そんぐらいこうちょっとラグジュアリーな、うんうん、そう、お二人と飲むのにちょっとぴったりなウイスキーかもしれませんね、こいつ女泣いてるぞ幾度となく幾度となくやっぱりか、やっぱりか、そういうこと、技量で落とせないんで酒で落とす、もう嫌とってもいいね、めっちゃ嫌とってもいいね、はい、はい、もう取っちゃう、あ、うんとダメか、いやとね、丸にしときます、うん、あの何かわからない、確かに丸ポンで、うん、うん、いらない、うん、ね、いらないでしょ、いらないね、最後のね、あ、いらないね、チームどっちかだ、悪意がある、いやでもこう普段飲むマッカランじゃなくて、なんか、うん、チカラさんが入れてくれたこのマッカランなんか特別な感じがして、うんうん、それはいい意味ですか、いい、もちろんもちろん、なんいいよ ね、そういうライブ感とかね、バーだとね、そうですね、うん、それが楽しいっていうのもあるしね、うん、そうです、うん、僕が立つとよくバーじゃなくて居酒屋って言われる、いや、大将って言われるんだよその気持ちもね、わかりますけど、やっぱ普段すごいレビューとかもわかりやすく、うん、ね、伝えてくれてるから、うん、もう感じたことをそのまま素直に言ってるだけです、うん、すごい、僕はあの、なんていうか、そんなにレパートリーもないし、うん、そもそもそんなに舌がいいわけじゃないから、やっぱ教えてもらって飲むのが大好きなんですよ、そうだね、でそうするとその味とか香りがしてくるじゃないですか、うん、それがすごく好きで、ありがとうございます、だからね、今回いろいろね、もっとね、いろんなことを教えてほしいですよね、お願いしますよ、じゃあ次のお酒行きましょうか、おお、はい、ちょっと飲んでいただいて、飲んでいただいて、やっぱいいっすよ、嘘でしょ、嘘でしょ、そういう感じバリバどうしたどうした何も入れてない何も入れてないこの前あのオールドプルドニーを飲んだんですけど、はい、あれなんか塩辛いって言うんですかね、そうです、もうあの海の目の前であの熟成されてるんで、うん、なんかこう、はいはい、熟成中にこう塩の香りとか磯の香りが、うん、そうだからもう海沿いで寝かせてる、うん、ね、その理屈は分かっても本当にそういう風になるのがすごいよね、そうっすじゃあ次ならついってみましょうか、次ならいきましょうか
ロールスロイスの味がするしますね、うん、まだ全然足りないですもんね。まだまだいきましょう。せっかくだったらみんなで乾杯したいっすよね。あ、うん、そうはね、アンデーさんも、アンデーさん、アンデーさんもちょっと、リリリン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 、申し訳ないです、申し訳ないです。ちなみにアンダーさんめちゃくちゃファンだもん。いや俺めっちゃファンで、うん、本当に光栄です、マジで。だってDM でやり取りをさせてもらったじゃないですか、はい、でその時に僕らスケジュールを共有してるんですよ、はい、でそれでちゃんぽんちからさんコラボっていうの入って、そしたら少しして電話かかってきて、俺も行っていいですか。いつも行かないけどね。そうそうそう、マジかと思って、うん、やったと思って、なんか前から見てて、そのアンダーさんもウイスキーを飲み始めたらもうちゃんぽんさんとちゃんぽんさんのおかげで、そう、乾杯しましょうよ、うん、一回キスしましょう。あ、酔ってねえから。まだ早い、まだ早いから一回これで洗うんで。ペアルックですね。ね、ペアルックです。じゃあ中はお酒飲みましょうか。お願いしてもいいですか。お願いします。ここで一回ハイボールに戻りましょうか。はい、おお、じゃあこちらちょっと僕が持ってきました。はい、クロナキルティ。クロナキルティ、僕が最近めっちゃハマってるウイスキー で、うん、でこれもう最近ハマりすぎて、この間僕もアイルランド行ってきたんですよ。アイルランドのウイスキーなんですけど、アイラ、アイルランド、アイルランド、アイリッシュウイスキー、アイリッシュ、うん、そうです。もうどうやって作られてるのかなっていうのが気になって、もう勢いに行ったっす、うん、勢いで行けちゃう。アイリッシュにはもう飲んでからの、あー楽しみー、アイマジで大好きなんですよ。アイラとアイリッシュっていうのはまた別のもんなんですか。アイラっていうのはスコットランドにあるアイラ島っていう島なんですよ。あ、それがスコッチなのか。そうです、だからスコットランドですね、うんうんうん、そうです、もうめっちゃ詳しい。そうだ、これです。あ、楽しい。あ、うん、ビッグビート、うん、スモーキーな香りをねやるのがアイラ島の、うん、そうです。なんか泥でしたっけ、泥でピートの香りって。そうです、そうそう、泥の炭って書いて、うん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 、でもこっちはあの超フルーテーです。フルーテー系ですね。そうです。ビッグビートは去年の誕生日に友達がくれたんですよ。もう動画でも見ましたよ、うん、ありがとうございます。こんな顔しながら見てくれてる、嬉しい。泣かれるなよ今日。バリウマ何も飲んでない。じゃあよろしくお願いします。じゃあ飲みましょうか。お願いします。まあ、せっかくなんでとりあえずハイボールで飲みましょうか。はい、はい、っす。グラスで大丈夫ですか。グラスで大丈夫です。パイントグラスでもいいですか。パイントでもいいです。大丈夫ですか。いきます、はい、開けちゃっていいですか。開けます、開けます。開封の儀ですね。はい、よし、すごいさ。おおおおやった、ならんかったらどうしようかな。完璧な音色だったね。ありがとうございます。そのトクトクトクも楽しみ、ね、鳴らしちゃう、ね、鳴らしちゃいますか。こんなに ASMR な椅子にし初めてだった。ゴク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 とか。この後アンディさんも鳴らしてくれる。アンディさん、アンダーさんかな。絶対ちゃんとした名前言わない、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。それじゃあ、はい、作ります。いやいいね、真剣なものだし。よいよい、見切れてるんだよあいつ。邪魔。好みの量があると思うんで、はい、山本さんって呼んでた。山本さん、アンダーさんと、もうだからもうチッとっす。チッス、チッス、健太郎さんで。トクトクあるかな。じゃあ、いきますよ。お願いします、はい、じゃあまずストップで、ヤマト。はい、美味しく飲みたいからな。ストップ。あ、クラッシュ。ナイスー、ナイスー。アンダストップ。うわー、
ますね。いや、山本には勝とうと思って。じゃあ、新記事いきます。さあ絶対分かんない。これは分からん。流れが危ないんですよ。流れが危ないんですよ。本当に分かってらっしゃる。これでいいですか。いや、もうこれで飲んだら一番うまいで。そっちの方がいいね。そうっすね。うん、せっかくね、やっぱプロに作ってもらうから、うん、あー、じゃあお疲れさんのやつ。ドリンク話題、ドリンク話題飲むか。ストップって自分で言うんですよ。いきます。おー、基本的に来た、基本的に来た。やばいよこれ。美味しいんだろうなこれ。やっぱこういうフルーティーってさっきおっしゃってましたよね。はい。そういうのはやっぱソーダで飲むのが、まあ飲み方は正直その人の好みだと思うんですけど、うんうん、なんかこうソーダ入れてやっぱ爽快じゃないですか。うんうん、シュワッとした感じが、はいはい、香りも立つし、ね、そうす、飲み応えがあるっていうので、うんうんうん、そう、なんか一番飲んでる感じがするんですよね。うんうん、うん、バーオ、バー全部入れちゃいましょう。上手、上手ですね。いや、ついてけねえよこんなやつらに。またトイレだ。ついてけねえよ。トイレで寝るぞこれ。これもう目を閉じて飲むと、もうアイルランドの景色がバッて広がってきます。見たことねえ。見たことなくても、見たことなくても、ありがとうございます。いただきます。完成です。コロナキルティ、今コロナキルティって言ってました。クロナキルティ、クロナキルティ言いました、言いました。クロナキルティっていう町の名前なんですよ。そうです、そう、町の名前がそのまま商品になってる。おしゃれだな。じゃあちょっとアンダさん、僕らアンディいいですか。アンディさん、ちょっとなんか俺がついてるぜ。それでウッディじゃなくて、なんであとアンディか。アンディです。じゃあちゃんぽん力さん、はい、お会いできて光栄でした。はい、お茶です。お茶締めですか。お会いできて光栄です。これからもまた楽しんでいきましょう。キャンパイ、キャンパイ、よっす。いや、さあうまーい。うまいっすね。なんだ、塩気もあるね、うん、ちょっとソース、これも海の近くです。へぇ、ボトルに灯台が書かれてるんですよ。ほ、うんと、うん、だ、うん、本当だ。そうっす、ちょっと濃かったっすね。ちょっと、いや、それはちょっと半分以上したからね。一番濃い、なんつうの、牡蠣。あ、牡蠣とかに合うやつ。生牡蠣をバッて開いて、うん、これをちょっとこう垂らして、うん、あ、手間さ、生牡蠣を振ってくると、うん、おしゃれだ。バリ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 ね、牡蠣か。そう、海好きに飲んでほしいです。うん、そうっす、うまい、うまい。アイルランド見えてきたわ、ね、見えてきたね。そう、ストレートとかロックだと最初にちょっとこうしょっぱい、うん、塩辛い感じがあって、その後に甘さがブワッてこう、うん、追いかけてきます。はい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 、初めて飲むタイプだね。そうっす、もっとなんかグレンフィリックだっけ、うん、ああいう感じのすごい華やかなやつだと思ったけど、これはもう王道ですね、うん、そうっす。これ飲んだ時にちょっと衝撃受けて、うん、わ、このタイプってあんまそんなにこのね、これぐらいですか、塩系の。まあ、まあ、そうそう、オールドプルトに、うん、でもこういうの好きな人にはいいかもしれないですね、うん、確かに、うん、そうそうそう。これ普通に買えるんですか。買えます。あ、そうなんですね。じゃあ売ってるんですか。これ僕ネットでポチってしました。へぇ、海だね、うん、うん、岩かじってみたいな。岩かじってみたいな。すごいロケだ。ちょっとかじってみよう。岩かじってるちょうど伊豆いるし。そうなんですよ。じゃあ僕らもちょっとおもてなしで。あ、そうだね、タンジのおやつを。あー、いいね、うん、ちょっと力さんに食べてもらおうかなと。甘いもの好きですか。好きです。あ、でもそれをちょっと作って、はい、これで飲んで。あー、いいね、締めていきましょう。うん、ありがとうございます。すごい、ちょっと、ということで、こいつをつけていく。あ、これ、うん、いや、ちょっとまだ鉄板が温まりきらないんで、うん、僕らの方からもちょっとお酒の提案させてもらってもいいですか。はい、うん、持ってきます。はい、お願いします。定番っすよね、うちの。
憧れろ。いやじゃあ頭悪い頭悪い、うちの会社頭悪いんすよこれが上司だ行きましょうか。レッドブル、レッドブル。じゃあ追いかけます。追いかけます。はい、憧れろ。来た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 新品だそう、それさっき買ってきてちょっとお迎え遅れたっていう。そうそう、もう傾けちゃって。おお、真剣な顔がいいですね、2人の。夢のコラボ。うん、夢のコラボ。おいしく、表情控えめに。いやー、素敵。このままいけるかな。うん、混ざっちゃってもね。あ、混ざっちゃった。そう、これ結構混ざっちゃうんですよね。本社に熱いあれがないと。熱い。そう、この前のオールキャンパーズで持ってられちゃったんだもんね。あ、なるほど、うん、飲むか。いやー、来た。これゆだろにしとこうか。ゆだろ、あのとてつもなく酒が弱いですね。あー、もうあのブリブリデデブリしてる。お酒は用法よれ守って。ね、はい、お酒は二十歳からです。ありがとうございます。ゆだろさん、乾杯の温度をいただいてもよろしいでしょうか。はい、お願いします。じゃあいいですか。はい、キャンパイ、キャンパイ、いただきます。あ、始まりました。始まった。バリウマー。決まった。決まった。気持ちいい。気持ちいい。気持ちいい。やっやっとギアセカンド。今クリープでこぼれてる。はい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 。じゃあ山口君かな。いいですか。伊豆の虫釣りちゃんも力。はい。あのお酒が好き同士が集まったらこんなに楽しくなるんですね。うん、今後もよろしくお願いします。お願いします。キャンパイ。ゆうたろう、バリウマ。はい。そこやんないんだ。やんない。あえてやらないっていう。いやー、じゃあ最後、僕がちょっと、うん、ペッパー溜まってきたんで、うん、もう二人に、うん、美味しい、簡単で美味しいキャンプ飯。普段はキャンプで作るんですけど、うん、今日はこの鉄板を使って、はい、めちゃくちゃ楽しみ。うん、それをちょっと食べていただこうかと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。みたらし団子、団子、団子ピースやめろ。ピース小学生豚バラ、豚バラ、豚いいね、チカダくんがだいぶ調子上がってきてね。セカンド出てからね。ね、セカンド出てきたから。確かにね。ちなみに7足まであるらしいんで。7足幻の幻の7足なんだ。3足から高速乗るんで。ランボルギーニぐらいトルクがある。やってもらっていい。ありがとう。まだバイパスぐらいですね。ありがとう。イチャイチャすな。イチャイチャすな。これがうめんだよな。マイティチンス。見たことあります？いや、見たことないです。初めて。はい。これ超うまいですよ。ちょっと楽しみにしてます。うん、これがまたあのハイボールとか合うんだよね。甘じょっぱいんですよ。へー、うん、これ、うん、ちょっと想像あんまつかないよね。ね、つかないでしょ。なんかエロいっす。うん。これ0.02 なんで。牛牛あの俺、ケイさんと太郎の動画見てて、割ともっと硬い方なの方ね。え、そう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 。あ、でも最初下ネタがダメな人だと思った俺。そう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 。へえ、まあ俺らは言わないからよくわかんないな。プライベート結構言うよね。うん、割とそうだね。でね、蓋を開けたらただのチンポでした。女と女の時の女の時の。1時間しか経ってないんだよ、撮影始まってから。やばいよ、マジで。で、ここでちょっと今日は簡単に、はいよ、塩コショウ、塩コショウ出たそれを振ってる。これがうめんだよな、びっくりするぐらいね。
結構強めにかけてもね、なるほど、うん、なんかあの全然合わなそうな感じしてめっちゃ美味しいよね、うん、今こっちからこっちに火がついてるんで、あ、そうなんだ、入れていきます、そうです、出た、おー、おー、来た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 、バリウマ、早い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 のよ、早いのよ、下ネタが多すぎて結局ショート動画になるかもしれない。こんなにまあ1時間半やったといけない、うん、あの1分動画になります。いやまだ1時間しか経ってないよ。マジで？1時間。だって2時半から始めて、怖っ。言うたらまだ1時間経ったよ。やろうが集まるとこうなるんですよ。そうなんです。いやー今のと。僕 1年で35万人ぐらい出たんですよ。そう、へぇー、俺見た時4万人ぐらいしかなかったもん、うん、YouTube で、うん、そうそう、で最近見たら40万人ぐらいだから、伸び率半端ねえと思って、2022年の9月か9月、うん、だから去年の9月ぐらいまでは1万人だったんです、うん、へぇー、そうそう、だから1年で30万人じゃ出たから、うん、こっちの伸び率は こっちはもうあの幼少期から言ってないで元気爆発ドデカミン紹介いいな、爆発っすよ、おいおいおい、来た来た来た、うわ、ライティングが、ライティングがちょっと露出合わせます、合わせます、あ、早かったかな、はいよ、いや、いいね、初めて飲むのこれ、いや、俺も初、あれ、ちっちデカレロ、デカレロ、これ明日のお尻黄色いぞ、チツコ、いいよなこれやばいね、元気な、元気になっちゃったよこれはカフェインゴリゴリだもんね元気の力、元気の力、今15時ですやっと1時間だった、1時間アインシュタインは偉大だな、ここに相対性理論、ここ重力重たいのかな、ちょっとじゃあデカレロですね、デカレロ、じゃあ行かせていただきます、はい、デカレロにキャパイ、キャパイ、お疲れ様です、最悪、うわぁ、スルー、オーケー、こっちも出来上がってきました、よいしょ、見してみ見してみ、うわ、うまそう、このまた鉄板がいいから久々に使ったけど本当だよ、この新聞書で半年ぶりやつ、半年以上入れればいいけど、これがうまいんだよ、ちょっと食べてもらおうね、そう、まあ、この先頭がまだ赤いから、ね、あ、そうだ、先頭それでは出来上がったんで、これ初めて食べる、はい、初めて、だからもうしかも、そうだね、ちょっと僕はもう食わんでもない、これ今洗ったんで、うん、そもそもぜひ食ってほしい、ゆうちゃん、ゆうちゃん食べ食べて、うん、ありがとうございます、ただ今爆発いんで、ね、気をつけて、爆発、爆発ですか、爆発、これは振りになるのかな、そんな感じだよ、これは昭和が正直な感想でじゃあ一個はこうあのヤマピーに、ヤマピー、じゃあヤマピー、これでキャンパイしましょう、キャンパイしましょう、お願いします、それではみたらしの板バラ巻き、キャンパイ、キャンパイ、ちょっと、いただきます、うめえぞ、キムさん、本当にこれ餅熱いから、超熱いんだよね、うん、熱くて、熱くて、あの声そうなんだよ、くる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 、くるぞ、せーの、バリバー待って、うますぎる、うまい、うまいっすよね、めっちゃうまいね、何これ、何これ、ムカつくんだよ
うますぎてなくてこれにはこれが合うと思う、塩味とその甘みちょうどクルアキルティ、うん、めっちゃうまいこれ、ちょっと待って頑張ってめっちゃうまい合うんじゃねえあのもうこんなにうまいとバリバリ言わねえから営業妨害、営業妨害、営業妨害あの一回落とし込む時間があるからちょっとやばい、ギョブギョブギョブ、うまくないこれ、マジうまい、初めて見るとびっくりする、うん、めっちゃ美味しいよ、ね、待ってうまいんだよなめっちゃハマってる、まあ、相当ないわぜひやってください、うんうん、フライパンでできるですもんね、あそうフライパン、フライパンでもう、うん、こんなんじゃなくてフライパンで、うん、僕らよく聞くことあるんですけど、あなたは包茎ですか、僕小学校の時に母親に包茎手術連れて行かれました、うわ帰ってください、教育お帰りください めちゃくちゃ被ってますけど、すいません、すいません、被ってます、ヒルズの面々あんまり動画に出ないんですけど、あの初めて出る動画に近いんですけど、はい、それで包茎の話やめてくださいよ、あれですね、あれですね、入ってきたらすぐ包茎の話バリムケじゃない。バリムケじゃない。バリムケ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 。マジか。ちょっと分かり合えないな。そうだね。なんかちょっとテンション下がったから。もうこのまま全部カットだから。ちょっとみんなで乾杯して進みましょうか。そうだね。我々がやってます。ヒルズフィールドから。ちょっと開けてみてください。ありがとうございます。いいんですか。はい。開けさせていただきます。お願いします。え、何これ？なんだ？なになに？うわぁ、出たなになに？来たー！来たー！わぁ！あぁ！急にピントが合わなくなった。それかけてもらって、これ、見たやつだ。これあれですね、世界一頭悪いことそういうこと、言い方、言い方、世界一言い方、そう、世界一、嬉しい。これ力さんのやつは土地、はい、多くこれはね、土地カバカ土地、うん、土地で、これがウォールナット、ウォールナット、すげえクルミですね、え、こんなにしっかりしてるんだ、そう、めちゃくちゃ硬い、めちゃくちゃ高級家具の端材からできてるんですよ、そうなんです、全部職人さんが削り出してるから同じ形、同じ木目がないんです、そう、じゃあ本当に世界に一つだけ、そう、特別な日に用意してる、用意してる、用意してる、はいはいはい、これって、うん、置けます、置いてみてください、それでは平泉これ行かします、飲めないのずっと持っとけよゆうちゃん、はい、うん、このちょっとゆうたろうはちょっと弱い、うん、酒を酌み交わすのがなかなかない文化じゃないですか今、うん、俺らそれが好きで、あ、OK、OK、OK、結構入ってる容赦ないよ、じゃあ平泉じゃあ、向いていこうか、はい、ですキャバイキャバイ、いいねいや、出ないでしょ、出ないでしょ、出ないでしょ、せーの、バリマ、違う、チームが、チームがいつも見てるって編集してるよね、じゃあせーの、バリマ、ありがとうございます
嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい意外と入るんですね。 50cc 入るんで、うん、このグラスのいいとこってコップとしての能力ゼロ機能性ないんだけど、はい、それをぶら下げて歩いたらそれ何って始まるんですよ、はいはいはい、でそこからの会話のコミュニケーションだったりとかその人とのつながりっていうのを意識して僕ら作らせていただいてるんで、アイスブレイクになるってことですね、うん、そう、あ、でもそうです、でもそう、イザクトリー、イザクトリー、イザクトリー、え、これめちゃくちゃいいじゃん、これめちゃくちゃ嬉しい、ちょっとぶら下げて帰ります、もうぜひぜひぜひ装着して帰ってください、装着して、これ今度ショート動画で使いますね、あー、ありがとうございます、ぜひぜひ、確かになんかいいね、で最後挨拶して終わりましょうか、そうですね、そうですね、いやー楽しかったっすね、いやー最高ですね、最高ですね、最初はね、俺らも緊張してて、ね、いやいや、こっちのセリフですまあちょっとたどたどしいとこもあったんだけど、やっぱ酒を飲むとね、そうだね、まあ、仲良くなれて、まだ多分2時間ぐらいだよね、1時間半でこんな仲良くなることある、いやね、本当ですよ、本性分かったからねやっぱお酒は楽しいし、うん、こうやって仲良くなれるツールだなっていうのが改めて分かったんで、最後は、はい、みんなで乾杯して、はい、締めたいと思います、はい、それでは今後も仲良くやっていきましょう、お願いします、ぜひぜひ遊びに来てください、いつでも、いや行こう行こう、あ、行こう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 、行こう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 、てなわけで今日はありがとうございました、ありがとうございました、乾杯乾杯、乾杯、もう一回、せーの、バリバーショー、夢のコラボだ、ありがとうございました、ありがとうございます、あのさ、このちゃんぽんちからさんの方ではどんな動画が上がってくるんですかね、もうだいぶ仕上がってるんで仕上がったちゃんぽんさんが見れる動画そうだ、ね、見るかもしれない、本当だったら長い動画撮りたいんですけど、うん、あ、まだまだいけますよ、うん、ちょっといや、ショートにしときましょう怖い怖い怖い次、事務所の遊びに行かせてもらうときに、あ、そうです、うん、長尺撮りましょう、うん、うちの事務所に、うん、ぜひ、はい、来てください、ご招待します、ぜひ、本当、手ぶらで来てください、はい、あの、もう手ぶらで、もう服もいらないです、あ、ただじゃ返さないですもう帰る時には嫌われてます嬉しいよろしくお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします、まあ、下に概要欄にちゃんぽんちからさんの YouTube チャンネルと TikTok 貼らせていただいてるので、インスタグラムですね、ありがとうございます、ぜひチェックしてみてください、最後までご視聴ありがとうございます、ありがとうございます、